MC は私ひらりさが務めます。というわけで第2回は SF 作家の柴田勝家さんにお越しいただいたんですけれども、もうあのねお名前からインパクトがあるんですけれども、第2回あの早川 SF コンテストでニルヤの島という作品で大賞を受賞され、もうあの柴田勝家とお名前いうお名前でずっと活躍されているということで、もうここ数年柴田勝家で生きておりますあのもう外をあの歩かれてる時にやっぱ SF 作家の柴田勝家さんですかみたいに聞かれることってあるんですか？そうですね、かつてあの4回ほどありましたね。多い、結構4回中3回が秋葉原でしたすごいやっぱりお名前もインパクトあるし、見た目もインパクトあるし、もちろんその作品もね、本当あの独特の文化人類学やあの、まあ、量子力学みたいな要素をうまく絡め合った本当に素晴らしい SF を書かれてるのもあって、やはりファンの方も多いのかなと。いやー、それはありがたい話ですね。あのもうでもわしに対してはそことは別のところでこう気軽に声かけてもらっても全然構わないんだよ、ね、全然他のところで書店でファンの方が本探すときに微妙に間違えられるっていうお話もさっき聞きました。そうですね、あの柴田勝家の本くださいって言うと大体戦国武将のが来るっていう、あの申し訳ないって思いながら。戦国武将もお好きなんですか？一度も戦国武将の柴田勝家を敬愛してこの名前になっておりますからね。柴田家の子孫の人とかにアプローチというか、なんか物言いをされたことはないですか？あの一度あの福井県庁の方がいらっしゃったことがあって、あの福井県庁の方があの柴田勝家さんという形であの活躍されていらっしゃるんですねって言われて、頑張りますって言ってあのちょっと挨拶したんで、多分もう福井県で許されているんだろうと。福井県公認で。そうですね、柴田勝家終焉の地北の省がある、福井県はもうわしを認めていってくれてると信じております。公認 SF 作家として多分信じております福井最高ありがとうございます。そんな柴田勝家さんですが、今回は影響を受けている映画作品についてお伺いするというコーナーになります。そもそも映画は結構ご覧になるんですか？そうですね、私はあのどちらかというと配信とかあのソフトを借りて見る形が多いですね。なるほど。映画館があまりない土地でお育ちに？そうです、あの東京は柴又で過ごしておりまして。あの柴又って映画館があんまりない。もう柴又近辺にあったものは全てついえましたね。あのですので柴又の民が見ているのは男はつらいよだけなのでございますなるほど。子供の頃とかで覚えてる作品とかありますか？そうですね、子供の頃一番物心がついて一番最初に見たのは足立由美さん主演のレックスって映画でしたねそれが一番最初にあの思い出というか、私もなんでそれを選んだのか分からない。まあ、恐竜は好きですからね、子供は。その後はまあもう少しこう好みに合わせてご覧になっていてという。自分が好きな感じのやつを選んで見ていくっていう形が増えましたね。特に推している作品としては。そうですね、やはりあの今佐藤監督の作品ですね。あのクリエイター性のあるアニメ監督の方で、パーフェクトブルーとかね。あの今回挙げていただいているのがパプリカと千年女優の2作品ということで。そうですね、特にあのもちろんあの東京ゴッドファーザーズとかも好きなんですけども、今回はパプリカと千年女優の2つという形にしたいと思いますね。2000年代前半とかにご覧になったんですか？そうですね、2000年の半ばぐらいですかね。あの当時友人がですねレンタルビデオ店でバイトしてまして、もう要はもう文化を供給してくれる人間なわけですよ、この何もないわしの柴又の、ね、柴又の民であるわしの中に、おい今週も借りてきてやったぜって言って、あじゃあ借りてレコメンドしてくれるって、毎週毎週たくさん借りてきて見せてくれるんですよ。めちゃくちゃいい友人ですね。いい友人なんですよ。でその時にたまたまこれ見ようぜってパプリカを持ってきたんですね。だからまずそいつのもう目がいいわけですよ、で一緒に見ててすげえなこれはって言ったのが始まりでしたね。パプリカはね、あの筒井康隆さんの小説が原作になっていて、まあ、夢の中に入れる DC ミニというマシンを巡る、まあ、犯罪の物語というふうになってるんですけども、あの柴田さんの作品ってその虚構と現実がまあ入り混じってこう、まあ、最後に向かっていくっていう魅力がある作品が多いなと思ってたんですけど、パプリカってまさにそういう作品ですよね。まさにあのわしが書いてきたもの、書きたいものの
もう映像としての完成品というかものですね。どんどん現実を夢が侵食していくのが本当に結構怖くて気持ち悪くて、いやそういうのがもうパプリカは特に夢と現実が分からなくなるっていうところが一番影響を受けた場所ですね。千年女優も、どんどんその、現実の語りと、フィクションが混ざり合っていくっていうお話で、あれですよね、30年ほど身を隠している、大女優のところにドキュメンタリー映画を作りたいという、おじさんと若者が行ったら、どんどん彼女の語りを聞いていくうちにその作品だったり、虚構の中に飲み込まれていくという作品ですよね。そうですね、千年女優もやはり強い作品ですよね。メタフィクションの構造とかをやはり映画的手法をアニメーションの中で使ったりして、どん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 入れ子構造で話が展開していくっていうのは、やはり小説ではなかなかすぐできない魅力がありましたね。でもそこで、すごく柴田さん小説でそれをなんか別の形で実現しようとすごくこうチャレンジされてるなっていう。いや頑張りたい。そうなんです、やはり影響はもう強く受けましたからね。ああいうのを書きたい、作りたいっていうのがずっともうあるわけですね。なんか印象に残ってるシーンとかはあるんですか、特に。そうですね、印象に残ってるシーンだとやはり千年女優だとラストシーンなんですね、ラストシーンなんで あまり詳しくは言えないんですけども、やはり SF 的な映像に切り替わるわけですね、すごく。それまでがなんというかもう一人の人間の物語っていう形でヒューマンドラマ的に描いていたものが巨大な物語に移り変わる瞬間があるんですね。そこはもう印象的というか、もう SF 作品を描いているわしにとってはもう一番もう盛り上がるシーンでもありますね、そうですね。パプリカは最初から最後まで、SF という形ですけど、千年女優は、その混ざり合っているファンタジー感はありつつも最後でその SF 感が出てくるというか、あのバランスもすごい面白いなと。いやすごいことですよ。柴田さんの作品も一人の長い夢とかもすごくこう電気小説感もあって、なんかジャンルが混ざり合ってる形なのも面白いなと思って。本当にやはり影響は強く受けてるんだと思いますね。そういった電気的な日本文化とか伝説、伝承、妖怪みたいなものもいろいろと入り混じりながらも生まれてくる物語っていうのにすごく惹かれてた部分がありますから。もう一人ですね、挙げていただいているのが、市川崑監督の作品もお好きだということで。そうですね、特に金田一耕助シリーズですね、石坂浩二さんの金田一耕助シリーズなので、これは映画としては一番有名な方だとは思うんですね。何作もありますけども、犬神家とかありますけども、私が好きなのは獄門島と病院坂の首くくりの家の2作が好きですね。特にこれは特になぜこの2作品なんですか。これもですね、やはり映像という面から言いますと、まず獄門島はすごく映像性が高いというか、時代的に当時の少し古めの日本語邦画ではあるんですけども、獄門島っていう、舞台にした推理小説のもの話なわけなんですけども、日本兵が復員してきたっていう時代設定で、そこで生まれてくる像で、それからあとすごく島に眠る飲酒アクションみたいなものが全部のせなわけなんですね。でもう一方の病院坂の首くくりの家っていうのも、これはすごく地味な感じが受けるんですけども、実はすごいシティアクションみたいな話でして、まず暴れ回るわけですよ、意外とジャズシーンとかも入ってて、娯楽作品としても完成度が高くて、さらに怪奇要素があって、で物語自体がめちゃくちゃ入り組んでるんですよ。もう一回見ただけじゃ分かんないような物語、これがいいですね。一回見ただけじゃ分からない物語が好きっていうの、なんか今面白いなと思います結構柴田さんのニルヤの島とかもちょっとこう分かりにくくて、何回も読んだりとか、あとすごい図を整理されてるファンの方とかのブログを読んだりとかして、なんか面白かったです。そういうの、いや本当にもうたくさんちゃんと読んでくださろうとしてる方もめちゃくちゃありがたくて、もう私自身が分かんなくなってるところも見つけて
くださってて、すごい。っていうか、そうですね、執筆してる時ってなんかこうエクセルとかで管理されるんですか？そうですね、わしはあのテキスト1枚で管理してるんですね。なのでテキスト1枚で管理してるとめちゃくちゃこう長くなってどこに書いたか分かんなくなるんですよそういうのも全部見つけてくれる方とかいて、もうめちゃくちゃありがたいですね。わし見てますもん、まとめてくださってる方のやつまとめをね、うん、逆にそうそうそう見て次回に生かすみたいな、うん、いいなと思いながら探偵小説とかもお好きなんですよね。百鬼夜行シリーズもすごいお好きって言ってましたけど。そうですね、あの京極夏彦さんの影響は強くて、そこのあたりの、まあ、昔ながらの、探偵が出てくる昭和の話みたいなのが、うん、まあ、特に好きなんで、やっぱりその横溝正史の金田一耕助シリーズは鉄板というか影響もずっと受けてましたね、うんうん、あのそれこそ戦国武将のお名前ですけど、時代としてはそういうちょっとこう明治大正とか昭和の初期みたいな混沌とした時代が好きみたいな。もう大好きですね。ちなみにもう戦国時代も一応好きですよ、ちゃんと一応戦国時代も一応好き。あの電気っていうジャンルとしてはもう戦国を舞台にした話とかももちろん大好きですから、うんうん、もう映画としては戦国自衛隊とかね、あの大好きですから戦国自衛隊、大好きですありますね。そう、いろいろ本当に見られてるんだなっていうのが。ちなみにその金田一耕助シリーズもレンタルビデオ屋のお友達経由なんですか？そうですね、これは実は自分で借りました。あの金田一耕助シリーズは自分で追っていこうと思っていた感じですね。全作品ご覧になってるみたいな。そうですね、市川崑監督のは見てるはずです。ちなみにあの柴田勝家さんは、まあ、戦国武将の柴田勝家のファンであると同時にアイドルマスターシリーズの大ファンであるとも聞いてるんですけれども、アイドルマスターに関する映画とかっていうのでおすすめとかあるんですか？もうもちろんこれはあのもうアイドルマスターのアニメーションシリーズ、まあ、いわゆるアニマス の、はい、あの劇場版がありまして、こちらはもうなんというかもうマスターピースというかもう傑作、もう劇中歌でもマスターピースという曲が使われている通りまさにアイドルマスターというアニメーションシリーズのもう集大成でもあるわけですね、うん、それはなんかこうアニマスのこう話を引きつつオリジナルで新作という形なんですか？そうですね、特にあの別のシリーズであるあのミリオンライブっていう別のアイドルマスターシリーズからもキャラクターが登場していたりとか、はい、エンディングの方でシンデレラガールズのキャラクターが出たりと、その当時展開していたアイドルマスターの全部の包括するっていうような形になってましたね。あれですよね、2014年に上映されたザ・アイドルマスタームービー輝きの向こう側へというタイトルの作品。そうですね、当時大学生でした、わしは。すごい。アイドルマスター時代は何年ぐらいから追いかけてらっしゃるんですか？そうですね、2007、8年ぐらいかなと思うんですね。音楽編でも、まあ、中高生の時に好きになったバンドだったりアーティストを、まあ、愛されてるってお話ありましたけど、一、ね、回好きになるとすごく長いタイプなんですか？そうだと思いますね。多分中高生の時に受け取ったものをずっと追いかけてるタイプですね。なるほど。アイドルマスターだと一番お好きな方はどなたですか？言っていいんですかい？アイドルマスターシンデレラガールズに登場する鳴宮ゆめちゃんでございますね。鳴宮ゆめちゃんはですね、あの滋賀県出身のアイドルでございますのでね、非常に可愛らしく愛らしいんでございますけど、いやなかなか引っ込み思案なところがあるんですけどもね、アイドルとして頑張っていこうという姿がとても応援しやすいというか、もうぜひね万人に愛されてほしいアイドルでございますので、プロデューサーとしてはもうぜひともね皆さん鳴宮ゆめちゃんのことをよろしくお願いいたしますということをね伝えたいと思います。柴田さんがね、そう SF 作家としてこう知名度を上げれば上げるほど鳴宮ゆめさんも知名度があれもうすでに人気キャラなんですか？いや、あの残念ながらあのですね、あの人気上位の方々と比べるとまだまだというところでありまして、じゃあまだ ね、あの柴田さんがプロデューサーとして推していく余地があるという、ね、もうぜひ皆さん全ての方々で一緒に頑張っていきたいと思います。輝きの向こう側へも出演されている？あ、出演はされておりませんそうなるちょっとあの輝きの向こう側へには残念ながら出演されてないということなんですけど、まあ、輝きの向こう側へをご覧になってアイドルマスターの世界観を知った上で、まあ、鳴宮ゆめさんにも皆さん出会っていただければということで、思いますね、あの話がまとまったかなと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、今回は柴田勝家さんをお招きして影響を受けた映画についてお伺いしました。柴田さんね、 SF 作家として、最新の短編集ではアメリカンブッダというものを出されてますが、他にも、J ブックスさんでユリホラーを書かれたりですとか、いろいろなジャンルで活躍されてまして、私このラブレターフロムデッドランドっていう、好きな女の子がね、死んじゃってでもみたいなお話が、ユリですね、すごいあのエモーショナルで本当好きだったんですけれども、SF の方ではユリは書かれないんですか？あの本当はあのすごく書きたいんですけどもね、あの担当編集である溝口くんという方がですね、なかなかあの許してくれないというか、仕事をくれないというか、ユリ特集とかを手掛けられている、くれない柴田さんのユリ感に納得してないってことですか？分かんない今日来てないから言っちゃうけど、くれないちょうだいあの柴田さんのユリ SF もいつか読めるんじゃないかということを期待しておりますので、ぜひ早川書房さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで作家と音楽と映画第2回、ゲストは柴田勝家さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。